三島車両所は、静岡県三島市にある、東海旅客鉄道新幹線、鉄道事業本部管轄の車両基地である。東海道、山陽新幹線で使用される、新幹線用車両の仕業検査、臨時検査を行う。国鉄時代は、東京第一運転所、三島支所であった。三島駅構内に隣接しており、立地条件を活かして、朝ラッシュ時に、 三島駅始発列車が夕方ラッシュ時から終電時刻までに三島駅終着列車が上下線で軽重数本設定されている。特に三島6時17分発小玉800号、東京駅と東京22時48分発小玉815号、三島駅は三島駅東京駅間の始発、最終電車を兼ねている。所属車両はない。 N700 系が夜間を中心に留置される。東海道新幹線の開業に伴う輸送計画段階では東京・熱海間の輸送量が多いため街頭区間での区間列車を運転する計画であった。しかし、熱海駅には電流線を設置するスペースがなかったため当初は静岡まで改装していた。静岡の地下が高かったことや改送距離が長いことなどから三島に 電流線を設置することが決定された。第一期工事として、電流線3線、整備線2線、折り返し線1線、引上げ線1線、乗務員宿舎などを新設した。なお、本線間に折り返し線を設置するため、下り線の移設工事が1965年9月21日に行われている。工事は1966年7月に完了し、 1966年12月26日に東京運転所三島発出所が発足した。この時点では、仕業検査は行われていなかった。新幹線乗客の増加に伴う増発により、車両基地の規模拡大が必要になったが、東京と大阪の車両基地拡張を行っても、収容能力の限界が近いことから、第二期工事が実施されることとなった。なお、 この工事の中には、三島駅と16両編成運転対応設備新設の工事も含まれている。1969年10月には、着発線2線、電流線12線、仕業検査線3線にまで拡大された。同時に、東京第一運転所、三島支所として運用を開始している。ゲート敷地市業所バラスト積載、ホッパー電流線の終端車両所は、 三島駅と並行しつつ、電流線が大阪方に展開するのに対し、静岡県道21号3通すその線を越えた、東京方に、三島保線所が新幹線開業時から設置され、電力所、信号通信所が併設されている。住所、静岡県三島市大宮城3丁目2121 21保線所建屋表札ウィキメディアコモンズには、 三島車両所に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。